ようこそレベル3の世界へ。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーエグゼイドデラックス激突ロボッツガシャットです。はい、エグゼイド第5話に登場した追加のガシャットで、ついにエグゼイドもパワーアップ状態のレベル3に変身しましたね。これでゲームと互角に戦ってましたけど、ライダーバトルもレベル3のステージに突入したような感じでした。というか第5話にして盛り上がりすぎ。箱の形はこれまでと変わらなくて、ゲームソフトのようなパッケージになってて、フォーム名はアクションゲーマーからロボットアクションゲーマーに変わりました。見た目も大幅な変化。もちろんこれも様々なアイテムと連動します。基本はレベル3用のアイテムですけど、レベル1、2音声も鳴るっぽいですね。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、激突ロボッツガシャット本体のみです。形はいつもと変わりませんが、今回は真っ赤なボディにロボットゲームのパッケージ絵が書いてあります。謎の小型ロボットとエグゼイドが合体してましたね。で、横には激突ロボッツの文字で、表側、裏側でいつもと変わらない造形です。表面の白い柄部分は同じレベル3系のシャカリキスポーツと同じ模様になってて、裏返すとロボットのマークがあったりとか、模様も独自の新しい絵柄になってます。では絶縁シートを抜いて1音目、激突ロボッツ。発光は赤ですね。2音目、いつも通りのランダム音声、ゲームオーバー音とゲームクリア音。もう一度押すと、一音目に戻ります。部屋を暗くすると発光はこんな感じ。絵柄もわかりやすい。このロボット可愛いっすね。ではまず単体の連動音声を確認しましょう。レベル1。お、ちゃんとレベル1の変身音声になりますね。レベル2。ピコピコ音いい。激突ロボッツ、激突ロボッツっていう、ロボットらしい機械的なサウンドが鳴りました。ちゃんと単体で変身するライダーのような、レベル1、2音声になりますね。では、近づいて絵柄を見ましょう。絵柄も可愛い。このまま、単体でのレベル3音声も先に確認します。完全に永井豪先生のロボットヒーローみたいなレトロっぽいオープニング的な音声が流れました。レベル2のゲーム音声とは裏腹に全く別テイストのサウンドですね。面白い。本編でも必殺技はロケットパンチでしたし、ロボットアクションというかロボアニメ的な要素も入れてあるような感じですね。では改めてエグゼイドに変身した状態からレベル3にレベルアップ、大大大変身。
やっぱり音声が合ってないというか、サウンドテイストが全然違うエグゼイドと激突ロボッツがめちゃくちゃにミックスされてますね。エグゼイド初のレベル3のロボットアクションゲーマーレベル3に変身が完了しました。ベルトの見た目はこのような感じで、スロットにガシャットが2本刺さっておりますし、より左右非対称プリが強調されて、この見た目もすごいかっこいいと思います。コマドの絵柄も詳しく見ましょう。はい、ちゃんとエグゼイドの後ろに激突ロボッツも見えて、綺麗に絵柄が重なってますね。そして発光もやっぱりすごい綺麗。激突ロボもう完全別アニメみたいな。では続いて決め技、やり方は変わりませんから、ガチャットを刺してスイッチを押します。はい、ちゃんと発光して連動しますし、一部セリフ以外は基本的には共通音声です。さらにガシャコンブレイカーと連動。激突クリティカルフィニッシュ。この連動音声もおおよそいつも通りです。もちろんランダムで会心の一発もなります。これで一通りの音声は鳴らしましたので、他のライダーともレベルアップ連動しましょう。仮面ライダーブレイブロボットクエストゲーマーレベル3。仮面ライダースナイプロボットシューティングゲーマーレベル3。仮面ライダーレーザーロボットバイクゲーマーレベル3。では今度はガシャットを入れ替えて、激突ロボットを変身側にして、マイティアクション X をレベル3側にしましょう。変身。はい、ガチャと入れ替えても変身はちゃんと成り立ってて、差し詰めアクションロボットゲーマーレベル3ですかね。近づいて絵柄を見ましょう。シャカリキスポーツの時もそうでしたけど、レベル3用のやつを前にすると、後ろの絵柄はほとんど見えませんね。では、変身解除。これも本編通り連動します。
はい、ということで仮面ライダーエグゼイドデラックス激突ロボットガシャットを紹介しました。とりあえず本編ではレベル3パワーアップ用の専用ガシャットって感じでしたけど、単体で普通にレベル1、2の連動音声もなりますし、ロボットゲーマーにも変身できましたね。ただレベル3音声はかなりヒーローロボアニメテイストで、2と3で全然音声が違うのが個人的にはハマりました。次回予告を見る感じだと今後レベル3ガシャットもバンバン出るっぽいですから、他の連動音声も今から楽しみです。以上、仮面ライダーエグゼイドデラックス激突ロボットガシャットの紹介でした。